皆さんこんにちはこんばんはココミチャンネルのショーがイギリスについてのお話をさせていただきますよろしくお願いしますもうあっちこっちからですねもう連続連続連続でですねまあ、いろんなニュースが入ってきています世界のねまあ、イギリス中心になりますけれどもあのもう良くないニュースばっかりですよもう悪いニュースばかり、えー、新しい最新ニュースをお届けいたします、えー、イギリスのお話です イギリス、1日に3時間の計画停電、ほぼ決定ということで、えー、もうこれはね、99%決定ということですね。あのー、国王のね、承認がいるらしいんですよ。なんですかね、あの、 まあ、イギリス、ね、王国制じゃないですか、だから国民の安全や健康に関する重大事項ということで取り上げられていて、ですね計画停電をすると命に関わる人も出るということで、国王の承認待ちということなんですよ。そして発表ということになります。まあ、もう青写真というか、計画書はもう提出されて、ですね国会でそれはもう固まって、ですねあとは、 国王の承認待ちということになっています。えその概要のえ内容を少しだけご紹介します。1日24時間のうちの3時間をどこかで停電させるということですね。で、えー、もう日本のですね、あの、東北の大震災があった後、停電しましたよね。で、あれを見習って、日本も停電させて、あれだけ頑張って大丈夫だったんだから、イギリスも大丈夫だという判断で、 今回踏み切ったというんですよ。ところがですね、日本をよく知る学者がですね、イギリスの猛反対していて、お、あの、お前たちは知らないんだと、日本の電気システムの素晴らしさをね。日本っていうのは微妙なバランスでものすごい制御コントロールをしているんだと。電力システムをね。確かにそうなんですよ。だからこの部分、この地域を停電させる、復活させる、それがものすごい正確にできると。 ま、地下鉄や、ま、JR の線路、ね、あの、電車を見ればわかるんですけれども、とにかくそこも制御がもう1分も遅れないで電車が来る国なんだと。我々にそれができるわけがないというんですよ。いや、そうなんですよね。だってそんな電力システムの、その、ま、電力網というんですかね。それ持ってないんですよ、世界中。 もう、もう、めちゃくちゃですよ。もう、停電なんかヨーロッパ当たり前ですからね。もう、しょっちゅうね。だけど、日本って停電したら、え、停電っていう風に驚くじゃないですか。向こうだと驚かないですよ、ヨーロッパだと。あ、また停電かぐらいですよ。しょっちゅうですから。から電車だって30分ぐらい遅れるのは当たり前ですしね。もう、だから、あの、30分、じゅんぐりじゅんぐり遅れてるから、もう遅れたことすらわかんないんですよね。うん、バスもそうですけど、乗ってみたら、 もう本当は20分前に来なければいけないバスだったりね。まあ、だからもうずっとあの玉突き状態で遅れてるので、もう何が何だかわかんなくて、それで麻痺してまあ慣れてしまってるんですよ。で、まあとりあえずその3時間の停電、も反対してる人いますけど、まあそんなこと言ってられないと、このままだと大停電になって復活できないので、1日3時間どこかで停電させる。で、どの時間帯で停電させるかっていうのはまだ発表されてません。 えー、日本みたいには細かく区域絞って停電させることができません、システム上。ということは大きく、もう今日はロンドンとかね。あの今日ロンドン、ここ午前3時間とかね。そういう大きい形の停電しかできないんですよ。だから、地区ごとの小さな停電はさせられないので、これはきついですよ。例えばロンドン1日に3時間どこか停電させた場合のシミュレーションというのを、あの、 えー、見ました。ね、こうなってますね。その危険性というところに触れて解説していきます。1日に3時間ロンドン停電させた場合、えー、地下鉄や路線バス、飛行機のシス,システム再起動に2時間から4時間必要になるということなんですね。つまり3時間停電させた後、地下鉄がその後2、3時間走らせられない。 バスが運行できない。いや、バスはの、もちろん電気バスも動いてますけど、エンジンのバスもありますけれども、あの、運行するのはコントロールセンターがあるので、そのコントロールセンターのシステムがやられちゃうんでね、ダウンするので、そのシステムをバックアップして再起動してっていう形を取ると、2、3時間かかってしまうので、安全性を考慮すると、バスも走らせられないと。あと、飛行機もちろんですね、あの、飛ばせないってことですね。 まあ、支障がこれだけ出る。だから3時間の停電で、えー、5時間ぐらいの、まあ、交通停止になるということなんですね。あとは、3時間でマンションや、まあ、ビルなどの給水タンクが空になると。そうですね、3時間で、あのー、停電していると、ポンプで水上に上げられないですから。で、その間、お風呂入ったりとか、顔洗ったり洗濯したりということで。 あまあ、停電してますから、洗濯とかできないんですね。まあ、顔洗ったり、トイレ流したりとかですか。まあ、シャワー浴びたりはできるのかな。ね、で、その時にまあ給水タンクの水空になっちゃいますよね。そうすると、空になった給水タンクに水を1から上げる3時間終わってね。これ結構大変なんですよ。で、それもあの給水タンクにやっぱり異常感知するセンサーとかいろんなのついてるので誤作動を起きやすいですから、 給水に支障が出る場合もあるということですね。あと、えー、駐車場、車のパーキングから出られない。<laughs> それはそうですよね。停電してたら出られない。入れないということですね。あと、病院の呼吸器関係、あと、心電図などの、えー、機器が停止してしまう。そうなんですよね。だから、これはあの、 病院に発電機があると言ってもどんなね、なんか事態になるかが予測できないので非常に危険な状態ということですね。あとはですね、防犯システムが3時間止まる。そう、銀行とかね、宝石店とか。これ強盗が入るんじゃないか。イギリスって強盗多いんですよ。ものすごく。で、あの、まあ、イギリスの映画って007もそうですけど、なんかこう、企んで企画して、 襲う奴らってすっごいいっぱいいるんですよ。あんな感じで。防犯システムが3時間止まるのは大変な危険性を生むというんですね。なるほどね。そうなんですね。あと家の中が冷えてしまう3時間でね。冬計画停電ですからで。家の中を温めるのに数時間必要になるとで。その時に一斉に家の中をみんなが温めて電気を使うので、最大電力オーバー。まあオーバーして、 停電に、本格的な停電に陥るんではないかという恐れがあるという。確かにそうですよね。あとですね、1日3時間停電させるとですね、あらゆる店がその毎日の3時間店を閉めなければならなくなる。確かにそうですよね。店真っ暗ではね、レジも売ってないし、何もできないですから、まあ店閉めるところも出てきますよね。まあほとんど閉めるでしょうね、これはね。 経営が大変ですよね。売上減りますもんね。あとはですね、電気自動車の充電ができない。なるほどね。そうですね。ガソリンが入れられない。でガソリンも入れられないですよね。あと、もう、決定だですね。仕事ができない。まあ、できないですよ。いや、で、オフィスビルとかもはっくらになってしまった仕事どころではないですよね。エレベーターも動かなかったりね、高層ビルのね。 いやいや、これが毎日ですよ。冬の間、冬だいたい3、4ヶ月というふうにあの予定してるらしいですけど、まあ最低でも3ヶ月。3ヶ月間毎日3時間停電させるんですよ。どこかで。これ、いや、もうやったことないからね。こんなこと、日本が大丈夫だからやれるだろうとかなんか言ってるんでしょう。ね、日本バカにしてますよね。 私たちあの日本人はやっぱり緻密であってね、あの我慢して耐える力もあるしね、イギリス人は果たしてそれ3時間でできるかどうかですよね、定年毎日3時間を乗り越えられるかどうか。見物ですけども、私ね、あの、いっぱい知ってるのいますけど、イギリス人に。無理だと思いますよ。いや、無理だと暴動を切ると思いますね。あの、彼らはね、最終的には暴れます。本当に。あの、暴れて、 なんとかなるだろうっていう人たち多いんですよ。だ多分、この3時間毎日停電させると、最終的にはね、多くの人が暴れると思います。ただ単に暴れるんです。だもっと危ないです。もうブラックアウトドックじゃないですよ。もうとっても危ないことになっちゃいますから。いやー、どうなるんでしょう。ということで、1日3時間計画停電、ほぼ決まりというお知らせでした。 チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。